ジェム4、4802号機、原型、製造当初の塗装ジェム4、4型802号機、原型、貨物列車を牽引ジェム4、4802号機、改造後、ポスキアーボ駅ジェム4、4801号機、改造後、イタリアのティラーの市内ジェム4、4型、改造後、ティラーの行普通列車を牽引レーティッシュ鉄道ジェム4、4型機関車は、 スイスのレーティッシュ鉄道のベルニナ線を主にほぼ全線で使用される山岳鉄道用ディーゼル電気両用機関車である。ベルニナ線で旅客、貨物列車に使用されていた GE4-481 系及び GE4-482 系電気機関車及び本線系統などで除雪列車、工事列車に使用されていた G4 合計常期機関車の代替のために1966年に2機が製造されたディーゼル電気兼用機関車で DC1000V のベルニナ線の旅客及び貨物列車、除雪列車では電気機関車として AC11KV16 に3ルツの本線系統や d c 2 4 0 0トのクールアローザ線もしくは架線を停電させての除雪列車や工事列車では 電気式ディーゼル機関車として使用される。車体、機械部分の製造を、SLM、台車の製造を、SWS、電気部分、主電動機の製造を BBC 及びんほ、サスが担当、ディーゼル機関は、カミンズ製を搭載し、価格は1機あたり140万スイスフランである。アベヨン441から49系電車と同一の種、電動機。 台車を搭載しており、電気走行時には1時間定格出力6 8 0ット、ディーゼル走行時は7 8 0ットで牽引力1 0 6 k ヌを発揮し、最大勾配70パーミルのベルニナ線で60トンを、牽引可能な性能を持つ。それぞれの基板と SLM 製板、製造年は、下記の通りで、本線系統の機関車と異なり機体名は付けられて、 いないが、識別のためにアルプスアイベックスとアルプスマーモットのエンブレムが機体側面に取り付けられている。ジェム4-4802号機改造後、ズロット D9213 蒸気ロータリー除雪機関車をディーゼル走行で推進ジェム4-4802号機改造後、ズロット DD9213 蒸気ロータリー除雪機関車を ディーゼル走行で推進マッターホルンゴッタルド鉄道の HGM4-461 号機 GEM4-4 の改造前のスタイルとほぼ同一。ありがとうございます。